それが行物意義だ。で、この意義、それからちょっと飛んで、このところ、十三条の右、一行目の下のところ、その意義、ただこれ、面々の笛なり、前々の笛なり、たとえかっぱっぱっちも上々になり、一条鉄か上等道か、一条鉄は長短にあらず、上等道は利他にあらず、この天智陶器の力、工夫を売るに異縁万法なり、健康一世なり、修法を抑えざる巧妙あり、創造仏伝畜三門、さらに修法にあらざる巧妙あり、創造仏伝畜三門なり、さらに十方通の眼あり、大地全宗の眼あり、真の前あり、真の後ろあり、格のごとくの厳に微絶真に、巧妙苦毒の思念なるゆえに、不治癒を保任せる三世諸仏あり、宅治癒を登記せる義の百個あり、この針あり、この厳税あるは法の行物を解き、法の行物を許すなり、これこの前の時にね、もう読んだところなんですがね、この前の時はもう私の体の調子がもうちょっとあれになったものだから、もうざっと読んじゃったんで、このところもうちょっと読み直ししますとね、その意義、ただ面々の笛なり、前々の笛なり、この意義っていうのは今言うその生命実物運転だ、まあ、どうしてもね、いかなる意味においても向こう側のものとして見られたり考えられたりされるもんじゃないんだってことね。その生命実物っていうのはその二つに分かれる以前、見る見られるってね、二つに分かれる以前、あるない、二つに分かれる以前の実物なんだからね。だからどうしてもね、出会うの知るのっていうね、その相手はない、それがその面々増えないんですね。でまた毎々増えてるのはそのことそのこと、出会うところがない、ただ行ずるだけっていう、それがそのこの意義だ。でたとえかっぱっぱっちも上々になり、上々にってのはその筋道、それなりのあり方、一条鉄か上等道か、一条鉄ってのはね、もう何時たって生命実物運転って言ってもね、これはもう事故入りの事故だ。だから事故入りの事故っていう一筋だ。あるいは上等道か、それにしても運転という限りあっちとこっちとね、見る見られる、自分と他という二つあるのかっていうのね。それでね、自動車運転考えてみてよく分かる。自動車運転というのはね、運転そのものとしてはこれ事故切りの事故だ。もうその刻々映る風景も出会うところもそれぐらいただ事故のものだ。しかしながらそれと同時にその刻々映る風景っていうのは向こうが、それで運転は手元足元ってこっちが二つあるみたいな。で一条鉄か上等道か、これ人生運転っていうのはそういうもんですよ。で一条鉄は長短にあらずってね、自己入りの自己だって言ってもね、そういう長短というものがあるもんじゃない。自己入りの自己って言ったらもう卒業はないんですね。その生死においてね、運転だ、おっと死ぬってことで終わりじゃないか。そうじゃ、それは死ぬっていうこと、人間の一生を外側から見りゃ生きてて死ぬ、ところが外側じゃない生死そのものをあれしたら死ぬってことさえも運転だもん。我々最後まで運転だ。
で の長短はないもの。両党道は自他にあらず、北国に映る風景とそれに対する大ずるその手元足元と、それでも別々じゃない、運転はね。それで両党道は自他にあらず、二つに分かれる以前のところで運転していけばこそ生き生きしてるのね。それをその俺は俺の運転、外の風景は外の風景って言って二つ分けちゃったら運転は危ない。でこの展示陶器の力、工夫を売るに岩万宝を追うなり、眼は一斉に高しなりた。この展示陶器の力っていうのはね、のことを述べ木に投ずるっていうか、この木っていうのね、木っていうのはあの旗折るとき、こういうまあ旗の場合こうあの糸がこう並んでるでしょ。それでこのところはこういうふうにガッチャンガッチャンこうなってる、そこのところへこう火が飛んでってね、それで折ってるわけです。それでところがこのガッチャンガッチャンするね、この、その動きをあたあの与える道具をね、木っていうんですね。木っていうのはそういう意味だ。だからそれで木っていうのはね、弾みとか引っ掛けとか日差しとかね、だから汽船とか契機とかっていうのは熟語があるね、そういう意味です。で天地陶器っていうのはね、このしけがねことを述べてこう広げて、そしてその学人の働きのきっかけを作るっていうのは陶器が。で例えばですね、まあ私がね、あれですね、昭和23年4年の頃、信州にいた頃だ。あの頃はまあ私も坊主になってからもう7、8年経ってんだな。それでいながらもの仏法の狙いがついてなくてさ、こうしてなんとかやっぱり悟り開かなきゃ、もう座禅ばっかりしたって、やっぱり座禅にして悟り開かなきゃ本当に落ち着き場所は落ち着けないんじゃないかってことはね、これで大いに悩んでたんだね。これなんとかやっぱり悟りは開かなきゃ悩んでた。でまあ佐々木老師もその私のその悩んでもがいてるっていう様子は見てるわけだね。そしてその頃の老師の言葉に、仏法は無量無変、お前の小さい思惑を物足りさすものであろうわけがないって話されたのね。これで私初めてその私は悟りを求めてその一生懸命もがいてるわけだね。悟ろう悟ろう、俺だから学人愚道者としてはこれ当然だと思ってた、一生懸命ね。ところがその佐々木老師の言葉によって、その自分が一生懸命その愚道者として当然の道を求めてるんだって、そういう姿が実は何、物足りよう物足りようとするね、その思いでしかないんだってことをね、知らされたじゃん。これがその天智陶器の佐々木老師がことを述べて、それで木に投じたわけね。その私にそれから仏道に目を開くきっかけを作ってくださった。結局はね、でその天智陶器ってのはそういうことだ。でところがね、その仏道においてそのしけと学人だ、天智っていうのはしけだ、陶器っていうのは学人だね。天智陶器っていうのは学人としけとの関係がこういうふうにぴったり呼吸があって天智陶器が行われるっていうことね。いつでもそうかっていうと、そうはなかなかいかない。その中に
しけと学人って言ったって早い話がね、その凡夫と凡夫だわ。それでそのただ仏法っていう地盤において初めて天智と起きる。しけも仏法っていう地盤、学人も仏法っていう地盤、それでもって初めてそのスイッチがつくわけ。例えばサルダノリン、まあ世の中のおしけさんね、学人もたくさん持ってるということで、俺のそのなんていうんだ、荘厳道具ぐらいに考えてる人もいるもの。とまた学人の方でもね、この試験についてって、ちょうど政治家がこの親分についていりゃなんとかその明るみに出られるっていうんで、そういうつもりで政治家なんていうのは親分を親分選びしてんじゃない。それと同じようなつもりでもって試験を探してるやつがいるもん、学人でね。それでこの試験についていりゃそのやがてそう地につけるって、そういうつもりで出会ってる。これじゃあ天智投機は起こらない。で、大切なのはね、つまりね、天智投機の力工夫を売るに理縁万法なり原稿一世なり、大切なのは万法を覆い一世を見渡すっていうね、二つに分かれる以前の天地いっぱいの生命力だね。それが天智となって現れる、陶器となって現れるんだね。この凡夫と凡夫の出会いや、いかにそのチケット学人って一点で言ったってダメだ。そうでない両方が仏法っていうね地盤、人情世情で出会ってる限りではダメですね。その仏法っていう地盤で初めて天智陶器が起こる。これがこの天智陶器の力工夫を生むに理縁万法原稿一世。だから私がまあ弟子たちにいつでも言うのはね、俺っていう人間を、私っていう人間を彰子だと思っちゃダメだぞっていう、ね、どうせ私凡夫であるの間違いないんだ。大切なのは仏法ということなんだから、自分のする座禅だね。自分のする座禅が彰子だ。それで仏法として私に出会い、または私も仏法として出会えばこそ、そこに天智投機も行われるわけね。だから大切なのはおのおの、私も座禅だけをご本尊さん、彰子と思う。から弟子も座禅だけを彰子と思う。そこで出会って初めて天智投機も起こる。で、修法をさえざる光明あり、創道仏殿地区三門。さらに修法にあらざる光明あり、創で創道仏殿地区三門。いや、光明っていうとね、ともするとまあ法華経の始まりに出てくる仏さんが座禅してると、その眉間の白毫僧がパッとさ、あれですね、東方万八千の度を照らすのね。で、照ったまんまじゃない、またシュッと収まんなきゃ、話すときあり収まるときあるのかと思うじゃん。ところが本当の光明っていうのはね、そんな放ったり収まったりするってね、修法を超えたもんだから。だから大体2つに分かれる以前の生命実物っていうのは光明なんだからね。で、修法をさえず、それから修法にあらざる。そしてそんな光明はどういうもんかって言ったら、ピカッてね、正法眼蔵の光明の巻ってのある。光明の巻っていうね、なんかあれですね、この頭のところにこう光背みたいにね、ピカッと、あんなものは光明だと思って読み始めちゃう、光明の巻にならない。そんなら私の頭だっていつもこうなる。そんなね、物理的光、そうでなしに、これ阿弥陀経にも書いてあるけど、正色正光、青い色には青い光がある。だから黄色黄光だ、
黄色い光、色には黄色い色が光が、着色、着光、赤い色には赤い光が、略式、略光、白い色には白い光が、それが光明だって阿弥陀経に書いた。それでそれはどういうのかというと、バラはバラの花が咲く、スミレはスミレの花が咲く、各々結局誰でも彼でもその人なりに本当の意味で、あれですね、その人なりの花が咲くというのは、それが光明だ。だから決してね、仏法でいう光明ってのはそういう意味だ。で、決してそれはだから創造仏殿の畜産物、これはそれなりの光だ。さらに十方通の眼あり、大地全周の眼あり、真の前あり、真の後ろあり、格のごとくの源氏入り絶真に、光明苦毒の熾烈なるゆえに、府中を保任せる三世諸仏あり、客州を同期せる犬白虎あり。これ、まあ、人十方会、これ、社門の一石言という言葉があるね。精神の言葉ですが、長者の精神 の言葉、わし自身の一つのマナコだっていうことが、いや、その点に、ね、長者精神だけに限らず、我々誰でも人十方会をの我がマナコに移してる。そしてまた人十方会は我がマナコに移されながらある。これがまあ生命実物で、この人事一方界、天地いっぱいは何から何まで全てなのね。た人事一方界って言ったら何から何までってことでしょ。ただし凡夫を除くってそんなんじゃない。いいですか、この人事一方界って言った限りね、十方仏土中って言った限り、その十方って言ったらもうどっちに転んでもって、もう何から何までってこと。決してただし凡夫を除くってそういうんじゃないってこと。だから心配しなくていいんだね。我々もこの十方仏土中の一つなんだからね。凡夫ぐるみの天地いっぱいこそが十方通のマナマナ、大七全集のマナマナ、凡夫ぐるみです。そうしてみるとね、この十方通大地全宗の眼っていうのはね、前後関係もちゃんと分かってる。それから現に B 絶真に六根ぐるみだ。でつまり生き生きした人間生命ぐるみっていうことがね、格のごとくの現に B 絶真に光明苦毒の熾烈なるゆえに、我々この凡夫だって言ってね、その決めなくていいんだ。とにかく私は私なんだ。自己切りの自己、それはもう人十方ぐるみだ。それでそのあれの場合には、府中を保任せる三世諸仏あり、客中を登記せる理の白虎あり。これはね、その客中、府中か客中っていうのはこう、まあ、知らない方もあるだろうからお話ししますと、その道元禅師がまだね、その15歳の頃、比叡山にいられた頃、しかし我々の15歳とその道元禅師の15歳とはちっと訳が違うね。道元禅師は15でもって、そのあれなんだね、顕密二教ともに本来本法師匠天然自性心と説く。本来は本法師匠天然自性心という
もうあの
要するに犬学校ってのは中途半端なやつって言ったのが当たってんじゃないかと、犬学校帰ってあることは知るな。つまりね、仏法っていうのはね、今言ったようにただし凡夫を除くっていうのはね、そういう狭いものじゃない。その凡夫ぐるみ生き生きした人間生命なればこそだ。今度あるとかないとか、脳とか書とか字とか他とか、あるいは主観とか客観とか、あの仏とか凡夫とか迷いとか悟りとかってね、これ二つにみんな分けるね。その二つに分かれる以前の生命実物を各自しないで、二つに分かれるということを各自しないで、それでこそっとね、そのまんまこう保認している仏さんもある、あるいはそれを有無能所自他主客仏本名語なんていうのを二つに全ては分けてしまった凡夫だね。この頭の思いだけに働いているの、そういうところにこれ登記するっていうのはね、のこの場合の登記はいわゆる株の登記と同じの登記だ、天地登記の登記じゃない、スペキュレーションだ、思惑買いするようなね、なんとかそのうまいことをしようという気分の登記ですね。機械につけ込んでなんとかうまいことをしよう、そういう理の脈もある。生命どっちどう転んでも生命実物、十法人十法生命実物ですよ。しかしながらだから今も言ったように、ただし凡夫を除くんじゃないから、そんながらにあれだ、この理の脈もあれば諸物もあるんだ。それならばこそこの蛇あり、この原罪あるは法の行物を解き、法の行物を許すなりの法っていうのは、その時その時の処方っていう場合ね、その時その時のあり方だ。それが行物を解く、生命実物としての人生運転を説法する、あるいは行物としての人生運転を許すというのが、これ法の、この蛇あり、この原罪あるは法の行物を解き、法の行物を許すなりというね。つまりね、何から何まで生命実物っていってベータ一面でそこで動きがないっていうんじゃないんだ。この法華天目家の巻でもそう、人事法会、十方仏土中でしょ、その仏土中のホッケの中にあって、ホッケ天、天ホッケっていうね、その動きがある、それと同じね。それで初めて今日の話になるんだけども、時間経っちゃったし、もう永遠のあれなんですね、もう私もくたびれたから今日はもうこれでやめる。でまあしかしだからこの次はね、もうこの話はもう繰り返さないで、こっから読み始めますからね。そうじゃない。いや、本当はね、私この3月の時も言ったんだ、この次できるかできないかわからないっていうようなんじゃ、もう申し訳ないんで、もう本当にあれだったら、そのくらいならもうこの二度会もやめちゃうっていうような話したと思う。ところがね、そう言ってるそばから半年も休んじゃってさ、本当に申し訳ないんですね。でもこの間もこの送信機の奥さんが見舞いに来てくださって、これじゃもう申し訳ないから、この次できるんだか来月できるんだかできないんだかわけわかんないって言うんだ、申し訳ないからもう二度かやめたいと思うって話してたら、いやそんなことおっしゃらないで、その連絡やなんかあれしますから、まあお続けなさいって言ってくれるか。そうすると、まあ本当はこの二読会ね、昭和53年かなの、馬年のね正月から始めたんです。でその時に
総選挙のお嬢さんにも約束した。これから私がその時65だ。それで12年間やると私が77で、このあれだ、一回りだけど12年だけやる。77から以後になると私ボケるじゃないか。もうボケるって話をするのは皆さんに悪いから77にやめるから、初めからそのあれなんですね、12年って言って区切って始めてるんです。ほんで今羊猿鳥いいねいいね牛までこう来てるんだ。あと虎ウタツミあと4年あるわけなんです。ところが私の予定通りね、私いつでも予定立つで行動する男だけど、予定よりちょっと短縮する恐れがあったので、まあいつこれやめなくちゃなんないかわからないんだけど、それだからこの両仏入り終わってからね、その次のあれには現状公案をね、もう一遍現状公案の未読をやりたいと思う。で現状公案やって、それからあとはもうちょんちょんとね、したいものをやろうかと思ってます。でだからこの次来月できるかどうかっていうのはもうわからねえで皆さんにもそういう思いで申し訳ないんだけど、まあもしお付き合いいただけるならお付き合いください。だまあ総選挙さんにも本当に申し訳ないと思ってるんだけど、もうまあ今の私の心境、行けるところまで行こうじゃないかって言ったけどねでまあ、だから来月はだいたいさっきも言ったように私こう温度が上がっていくときだもん。それで温度がこうだんだんこう下がってね、身が引き締まるときが大いに元気、ね、病人じゃない。だけど年取ってきてからこの肺が半分しか働かないんじゃなかなか辛くなってきて、しかしながらね、ただこれだけでもってそのただ死ぬの待ってるっていうのもそのちょっとあれじゃない。それでなんとか打って出るところもなくちゃっていうんで、今一生懸命ね、毎日その白縄でもってこの肌こすってんですね。それでまあもう1年以上経ってほら、この白縄で身体摩擦するのも2、3年買ってから効果が出てくるかどうかだね。年取ってから3年から5年はかんじゃないかと思う。これがもしその効果が出てくるまで私が命あったとしたら、今度は病丈夫になっちゃって いくつまで生きるかわからないただそれまでに死にゃまあ、まあ、そういうこと